最後尾付近でグリーンフラッグが振られまして、シグナル、レッドシグナルが止まっていきます。通常のカウント後にレッドシグナルが止まって消えてブラックアウトをしてスタートが切られていくというスタンディングスタート。さあ、まあそのスタンディングに向けて YZ85 11台のマシンがウォームアップラップへと入ってきました。さあ、では YZ85 この8周の予選ヒートスターティンググリッドをご紹介していきます。まずはポールポジションを獲得したのはゼッケンナンバー34番ピーターパンドラゴンポルセ、下野エイマ、唯一47秒台のタイムをマークいたしましてポールポジション獲得です。2番手スタートにはゼッケン50番のピーターパン早川和樹、3番手スタートがゼッケン12番の杉田健一、4番手竹中健一、5番手には金子直樹、6番手野田拓司、7番手に三宅光弘、8番手加藤光介、9番手矢野正和、10番手溝手良二、そして11番手最後尾からは先ほどタイムトライアル、アタックをすることができませんでした神谷忠雄が最後尾につくということになります。神谷のマシンはなんとかこの予選ヒートまでに、マシンがトラブルが解消したかコースへと入ってきました。今日最初の走行ということになっていきます。この後フォーメーションラップを終えたマシンがホームストレート上各グリッドについていきます。まずはポールシッターは下野エイマ、このクラス最年少12歳でミッションを操っていこうという下野エイマ。そしてその下野の隣には同じく10代のドライバーということになります。ティーネイジャーのドライバー18歳の早川和樹。そのセカンドポジション早川ですがグリッドをちょっと間違えたか一つ前に出てしまったところを今オフィシャルに下げられました。さあ、後方でグリーンが振られましてこの後シグナルが灯っていく。さあ、レッドシグナルからブラックアウト、スタートが切られていく。さあ、まずはスタートが切られていく。最高、後方のゼッケン15番溝手がスタートを切っていきます。溝手がスタートで勢いよくポジションを上げていったがその溝手の目の前で3コーナーマシンがスピン、ここはうまくかわしていきます。さあ、まずはトップですが3番手スタートの杉田がホールショットを取っていった模様です。あ、その3コーナーで止まっていたのはなんとポールシッター下野エイマ。下野がポールスタートから3コーナーで回ってスタートストップ。さあ、これはもうマシンを降りてしまいましてグラベル上ドライバーはもうリタイアということになります。オープニングラップリーダーで帰ってきたのは杉田、そしてその後ろ早川、竹中、金子が4番手、野田拓司が5番手、そして10番手スタートの溝手は6番手でオープニングラップを戻ってきました。加藤浩介7番手、神谷、三宅、矢野と10代がコントローラインに戻ってきます。下野エイマはポールスタートからオープニングラップでストップ。杉田を先頭としたトップ集団が5台ですが後ろで2台のマシンが絡んでしまった。ここは野田と金子でしょうか。野田と金子がヒットした、野田のマシンに金子が当たっていったようにも一瞬見えたんですが、さあ遅れてしまったのは野田拓司。さあ、ここでバックストレートで、失礼いたしました、ゼッケン1番の野田に対して白黒の警告が出されていきます。
どうやら先ほどのアクシデントはレッキン1番の野田が、金子に当たっていってしまったということでしょうか。さあここで白黒の警告が出されていく。さあ一方トップですが杉田をかわして早川が3周目トップで戻ってきました。さあこれで先頭集団は3台、早川、杉田、竹中の3台、そしてその後ろ4番手には溝手が上がってきています。さあスタートから勢いよくポジションを上げてきました溝手良二。ミッションカート頑張ってます。溝手が4番手へと上がってきています。その後ろにはこちらも最高リスタートの神谷が5番手、神谷が5番手、そして、アクアショット代表加藤光介は6番手、三井寿7番手とアクアショット勢が中盤を締めてきたか。先頭集団トップ3がコントロールラインに戻ってこれば折り返し5周目と入っていく。さあそんな中2番手の杉田がここまでのファーストスラップを更新してきます。さあそのファーストストの勢いでトップ早川に再び近づいていこうという2番手杉田、逆にその勢いにちょっと続いていけないか竹中3番手。杉田との間が空いているが、おっとここコーナーでここまでポジションを上げてきた溝手のマシンが止まっている。溝手のマシン4番手まで上がってきましたが、5コーナーでマシンが止まった。しかし今リスタートを切っていく。これで大きくポジションを落としてしまった溝手、代わって4番手には先ほど公式練習タイムトライアル走行できませんでした神谷が4番手上がっています。さあここはこの神谷を先頭としたアクアショット勢チームメイト勢ということで、後ろから代表の加藤光介が迫ってきますが、ここはどうなんでしょうか。代表が前に行くのか、神谷がこのポジションをキープするのか。この選手がアクアショット勢に近藤レーシング金子直樹も近づいてきまして、4台が今最終コーナータッグを組んでいます。神谷、加藤、三宅、金子の4台です。さあトップは早川を先頭に残り2周、この後戻ってこれはファイナルラップを迎えました。さあその早川に対して杉田はポジションを入れ替えていけるか、近づいては来ています。11コーナーから12コーナー、さあ早川の後ろについたか、さあスリップに入ったか、この後残り1周ファイナルラップへと入っていきます。さあ杉田がかわせるでしょうか。早川がスピン、この高速区間は杉田を引き離していく。しかしここでファイナルラップへと入っていくあたり、3番手竹中が息を引き返しましてファーストストラップを更新してきました。さあ竹中も前2台に近づいてきました。中盤あたりはちょっと間が空いたものの、竹中が再び息を引き返して近づいてくる。さあ予選ヒートファイナルラップ、ここまでは早川が守っている。インフィールド、さあ杉田がかわせるか。11から12、ここでもポジションは変わらない。今最終コーナー、早川を先頭にホームストレート戻ってくる。2番手は杉田、3番手竹中、早川までは手が届きませんでした杉田。そして4番手争いの集団ですが、なんとなんと金子直樹が一気にアクアショット勢3台をかわしまして、金子が4番手で戻ってきます。金子直樹さすがです。4番手、5番手加藤、6番手神谷、7番手三宅。そして今矢野正和も8番手でチェッカーを迎えていきました。